僕はですね、ぴょこたんという名前で、こういう漫画を描いてるものです。僕は任天堂信者ね。いや、仕事を選ぶっていうのが僕すごくね、いいと思うんだよね。楽しいのしか受けないようにするっていう。僕も最近はですね、嫌なやつ断るようにしていくからね。ちゃんと断ってね、自分がやりたいのだけを選ぶっていう。で、余った時間は自分がやりたいことをやる。これ大事。まあ、お金も大事だけどね。大体うさんくさいところはね、なんとかこういうのをやりてやれませんかって言った時に、条件をね、細かい条件を教えてくださいって言った時に、ギャラの話を絶対に言ってこないんだよ。細かい条件を教えてくださいって言って、お金の話をしてこないところは、クズっていうことを覚えておいて。これ結構ね、間違いない話なんだよ。あと僕がね、一番重要視してるのね、これね、かなりの人生攻略法になるから特別に教えてあげます。特別だよ。自分が1億円持ってるって考え、仮定するわけ。自分が1億円持ってて、これやるかって聞かれて、やるって思うやつをやればいい。これほんと間違いないんだよ。僕はそう思ってる。1億円持ってたって、僕ゲームラボの連載絶対やりたいもん。ずっと続けたいもん。うん。これ間違いないと思わない。まあ、ニコ生も1億円持ってて僕やるし。うん。いや、いいんだよ。嘘じゃないよ、これ。これほんとだよ。1億円持ってないけどね。持ってたらと仮定して、うん。ニコ生やるよ。YouTube もやるよ。あとゲームもやるし。まあ、大体今のさ、生活を1億円持っててもそんなに差はないな。多少はね、その税金対策とかでさ、高級車を買っといて、どっか駐車場に止めといて、いやでも高級車とか買わないな、僕。アパートでも買って家賃収入にしとくかな。なんかこれね、大事な考え方。そう考えるとさ、1億円持ってたらさ、セブンイレブンのバイトやんないでしょ。やる？やるんだったら、それはあなたはセブンイレブンのバイトとしてね、天職なんだよ。いろんな人にね、こう、レジ打って、レジ打ちながら、その女の人の顔をじろじろ見ながら、この人、こういうふうに生理用品とか買うんだっていうのを喜ぶタイプの人だから、あ、今日この人はじゃあ、こういうご飯食べるから、こういう味のうんちが出るんじゃないかなって考えながら、レジを打つことが喜び、あなたにとっては人生の喜びなんでしょ？だったらずっとやりなよ。1億円持ってたって、それはやりたいんでしょ？うん。考えたことない。いや、僕だってやったことないけど。うん、そうだよ。ここ喫茶店だよ。もうだからそういうこと言わないよ。いや、このままじゃ僕がキモいやつだって思われちゃうの嫌だから。そういうの嫌なんですよ。変質者みたいな扱いを受けるの嫌なんですよ。いや、僕ほどさ、温厚でさ、良識があってさ、コンテンツホルダーでさ、兼ね備えてる人間っていませんよ。こんなさ、ハイレベルな人間。そういうところをさ、わかんないんだろうね。せやなって言ってる人もいるじゃん、ほら。うん。それは分かってる人だよね。うん。それか嫌がらせで、こういうふうにせやなって書くと、今生えてきた人にとってはすごい気持ち悪いじゃん。こいつ何言ってんだろうっていうところに、こんだけのその賛同者がいるっていうのは、ああ、なんかこう、狭いコミュニティで裸の王様になって、こいつは裸の王様気分で、今すごいご満悦なんだろうなって思うじゃん。そう。だ、そういうふうに思われるのも嫌なんだよ、だから。これ、皆さん、せやなって書いてあると嘘だからね。